かもうみんな戻ったかな、行けました。ちょっとなんかアプリ落ちちゃった。ちょっとコスプレの火力にやられたんかもしれん。あれめっちゃ固まる。すいません、どうしたんやろ。なんか電波が悪いっていうよりスマホの調子が悪いのかも。すいません、アプリがね2回も落ちちゃって。珍しい、失礼いたしました。電波じゃなさそうやねんな、なんでやろ。怖いな、あんま触らん、何も触らんとこ。お手上げです。みんながねちょっと容量オーバー、ちょっと下いけるかな。うん、本当に電波は全然問題なさ。みんなが図書カードみんなが図書カードにやられとる。アプリがね落ちるほどのコスプレだ。ハロウィンは読書しながらコスプレや。お菓子より本が読みたい小説家。これ良くない？なんか本うわめっちゃいいよ。何買ってよね。私の居場所図書券でいい、ね、私の居場所はここじゃない小説12月6日発売です。みんな宣伝俳句って何？宣伝俳句っていうあれある。え、なんだっけ。え、でも大丈夫、他のメンバーがね図書カードをゲットしたらきっと本を買ってくれる。買ってくれるかな。新刊を発売します、よろしくね。本当にね、本当にね、みんな小説読んでよね。え、なんだっけ。お菓子なんだっけ、お菓子より本を本をください。本が好きです。本を読みたい小説家そうしよう、そうしよう。なんかあんまりくださいとかやったらあれやからね。自分でもう、私は別に本を買うお金は惜しまないっていう風に決めてるので、めっちゃ本買う。だからね、なんかブックカバーを買いたいなってずっと思ってるんですけど、新刊ばっかり買うから、このサイズの、なんかブックカバーが使えなくて、服カバー欲しいんやけど。今もね見て、このこちら、かわいいしおりを紹介します。あんまりね持ってる人のいない、どこで売ってたかも自分でもよくわからない私のグッズのしおりです。わかんなって書いてあんのあ、マジで、あ、誰も使ってる人見たことないどうやって買えるんでしょう。今はもう売ってない、今はもう売ってない。あ、全然販売してないんだ。
多分ね世の中にねほんとちょっとしか出回ってない。普通にしおりだけで売りたいっていうかね、グッズにしたかったんですけど、ちょっとなんか送料とかなんか高くなっちゃうでしょ。だからなんかの付属品、ブックカバーの付属品にしたんですよね。これは自分でデザインというか私がやりましたよ。ちょっと忘れんうちに書くね。お菓子より、縦書きにしよう。決まったん？何が？あ、五七五決まったよ。今度のね、新刊はね、あ、でも新刊特典でしおりがあるんですよね。全然また別の書き下ろし特典イラストのしおりがあります。12月6日に発売するんですけど、小説第2冊を12月6日に発売するんですけど、しおり4種と4種うんとポストカードと、あと一月ちょい、早いな、あっという間ですね。お渡し会もある予定です。原稿ついてくるやつにした、ありがとうございます。なんかね、何個か特典が、私的にはポストカードの特典が一番お気に入りなんですけど、なんかね意外とそのなんかファンの方がどこで選んだっていうのを聞いてると、ツタヤさんで購入したら特典ポストカードなんですけど、この角川ストアの手書きミニ原稿を選ぶ人が多い感じがしてびっくりしてます、うん、あとはね、まあ、電子書籍とかは、うん、でも予約もあるんですけど、ほんとめっちゃ正直なところを言うと、やっぱ、まあ、ただの 本好きとしては、実店舗でゲットしてくれるのが一番いいんじゃないかなと思いつつ、本屋さんでまあ結局まだ発売メンバーで買わんかった人は、よかったら本屋さんでゲットしてください。まあね、それは後の人に託しますきっとこのショールーム見てくれてる人はね、予約特典で予約しましたって方もいらっしゃるかもしれへん。それはもう最高です。でもね、この私もめっちゃ本屋さん行くたびに自分の小説を探すんですけど、地元の本屋さんとか、なんかちょっとふとした本屋さんとかで阿部若菜の小説を見るとテンションが上がりますなのでいろんな本屋さんにね見てみてください。本屋さんうろうろしてると楽しいからね。めっちゃ見ちゃう、毎回見ちゃう、あ、ここはないかとかうわ、あるあるあるとかやってます。まあね、あ、買うの忘れてたなーって人はふらーっと本屋さんでゲットしてみてください。あ、待って、お菓子より五七五すぐ忘れる。お菓子より本が読みたい、本のが好き、本が好き。
ついでに隣に宣伝会とか。12月、なんか最近ペンにはまってて、いろんなペンを買うんですけど、あんまりこうペンを使う場所がなくて、結局なんかフリクションばっか使っちゃったりして、難しいです。結局持ち歩くのって同じペンやしさ。できた。あ、見えへんかも。お菓子よりワンが好きでしょ。こうやってはんできました。これを忘れぬうちに投稿します。さて、お、もう30分だったの。早い。このあとね、19時からは皆さん一緒に考えてくださりありがとうございました。今回も大人にプレゼンするのかな。そうなんです。前回アイドル失格っていう一冊目の小説を出した時は、いろんなこう偉いいろんな人に集まってもらって小説のプレゼンをして、それでドラマ化とか漫画化とかにつながったんですけど、今回もプレゼンをする予定で、もう緊張してる。プレゼンの原稿を考えなきゃいけないんだけど、プレゼンとかあんまり真面目な場で喋ることもないから、プレゼンって本当に何話したらいいか分かんなくて、プレゼンに詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ、そう、スライド使ってプレゼンするの、ぜひプレゼンで助けてください。本当緊張しちゃう。頑張ります。ドラマ化とか目指して。さて、それではちょっとこのあとまた19時からね、次はファンクラブの方で配信させていただきますので、もしよかったらルームス遊びに来てください。お菓子作ります。あ、告知、えらい告知ありがとうございます。コメントしてくれて。小説第2作目も発売します。以上、ポンギツネでした。ありがとうございました。スクショしといて。ちょっとこの隙にね、生地をこねとかないと、30分寝かせなきゃいけないことに気づいて、今からクッキーの生地を先にこねてきます。あとはね、型抜きしましょう。型抜きして焼きましょう。それではまたねー。